銀河鉄道の夜。1、午後の授業。では、皆さんは、そういうふうに、川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていた、このぼんやりと白いものが、本当は何か、ご承知ですか？先生は、黒板に吊るした、大きな黒い星座の図の、上から下へ白く削った銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃は、ジョバンニは、まるで毎日、教室でも眠く、本を読む暇も、読む本もないので、なんだか、どんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は、早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたにはわかっているのでしょう？ジョバンニは、勢いよく立ち上がりましたが、立ってみると、もうはっきりと、それを答えることができないのでした。ザネリが、前の席から振り返って、ジョバンニを見て、くすっと笑いました。ジョバンニは、もうどぎまぎして、真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で、銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう？やっぱり星だ、とジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、では、カンパネルラさん、と名指しました。すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ、立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は、意外なように、しばらくじーっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、では、よし！と言いながら、自分で製図を指しました。この、ぼんやりと白い銀河を、大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょ？ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。けれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知ってる。それはいつか、カンパネルラのお父さんの博士のうちで、カンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなく、カンパネルラはその雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに、白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあんまり物を言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒がってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですから、もしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星は、みんな、その川の
そこの砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。つまり、その星は皆父の中に、まるで細かに浮かんでいる雌雄の球にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そうしてその天の川の水の中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって、見え従って白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを指しました。天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって、地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立ってこのレンズを見回すとしてご覧なさい。こっちの方はレンズが薄いので、わずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので、光る粒、すなわち星がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるという、これがつまり今日の銀河の説なのです。そんなら、このレンズの大きさがどれくらいあるか、またその中の様々な星については、もう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では、今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出て、よーく空をご覧なさい。では、ここまでです。本やノートをおしまいなさい。そうして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、まもなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。2、活版所。ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の7、8人は家へ帰らず、カンパネルラを真ん中にして校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは今夜の星祭りに青い明かりをこしらえて川へ流すカラスウリを取りに行く相談らしかったのです。けれども、ジョバンニは手を大きく振って、どしどし学校の門を出てきました。すると、町の家々では、今夜の銀河の祭りに、一の葉の玉を吊るしたり、ヒノキの枝に明かりをつけたり、いろいろ支度をしているのでした。
家へは帰らず、ジョバンニが町を三つ曲がってある大きな活版所に入って、すぐ入り口の計算台にいたダブダブの白いシャツを着た人にお辞儀をして、ジョバンニは靴を脱いで上がりますと、突き当たりの大きな戸を開けました。中にはまだ昼なのに電灯がついて、たくさんの輪転機がバタリバタリと回り、綺麗で頭を縛ったランプシェードをかけたりした人たちが、何か歌うように読んだり数えたりしながらたくさん働いておりました。ジョバンニはすぐ入り口から3番目の高いテーブルに座った人のところへ行ってお辞儀をしました。その人はしばらく棚を探してから、これだけ拾っていけるかねと言いながら一枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその人のテーブルの足元から一つの小さな平たい箱を取り出して、向こうの電灯のたくさんついた立てかけてある壁の隅のところへしゃがみ込むと、小さなピンセットがまるで泡粒くらいの活字を次から次と拾い始めました。青い胸当てをした人がジョバンニの後ろを通りながら、よう、虫眼鏡くん、おはよう、と言いますと、近くの四五人の人たちが声も立てず、こっちも向かずに、冷たく笑いました。ジョバンニは何遍も目を拭いながら、活字をだんだん拾いました。6時が打って、しばらく経った頃、ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱を、もう一度手に持った紙切れと引き合わせてから、さっきのテーブルの人へ持ってきました。その人は黙ってそれを受け取って、かすかにうなずきながら、ジョバンニはお辞儀をすると扉を開けてさっきの計算台のところに来ました。するとさっきの白服を着た人がやっぱり黙って小さな銀貨を一つジョバンニに渡しました。ジョバンニはにわかに顔色が良くなって、威勢よくお辞儀をすると、台の下に置いたカバンを持って、表へ飛び出しました。それから元気よく口笛を吹きながら、パン屋へ寄って、パンの塊を一つと、角砂糖を一袋買いますと、一目散に走り出しました。3、いえ。ジョバンニが勢いよく帰ってきたのは、ある裏町の小さな家でした。その三つ並んだ入り口の一番左側には、空箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって、小さな二つの窓には、日覆いが降りたままになっていました。おっかさん、今帰ったよ。具合悪くなかったの？ジョバンニは靴を脱ぎながら言いました。ああ、ジョバンニ、お仕事がひどかったろ。今日は涼しくてね。私はずーっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を上がって行きますと、ジョバンニのお母さんがすぐ入り口の部屋に白いキレをかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。おっかさん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前、先にお上がり？私はまだ欲しくないんだから。おっかさん、姉さんはいつ帰ったの？ああ、3時頃帰ったよ。みんなそこらをしてくれてね。おっかさんの牛乳は来ていないんだろうか。来なかったろうかね。僕、行って取ってこよう。ああ、私はゆっくりでいいんだから。お前先にお上がり。
姉さんがね、トマトで何かこしらえて、そこへ置いていったよ。では、僕食べよ。ジョバンニは、窓のところから、トマトの皿を取って、パンと一緒に、しばらくむしゃむしゃ食べました。ねえ、おっかさん。僕、お父さんは、きっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思う。けれども、お前は、どうしてそう思うの？だって、今朝の新聞に、今年は北の方の漁は大変良かった、と書いてあったよ。ああ、だけどね、お父さんは、漁へ出ていないかもしれない。きっと出ているよ。お父さんが監獄へ入るような、そんな悪いことをしたはずがないんだ。この前、お父さんが持ってきて、学校へ寄贈した、大きなカニの甲羅だの、トナカイの角だの、今だって、みんな標本室にあるんだ。6年生なんか、授業の時、先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。おととい、修学旅行で。お父さんは、この次は、お前にラッコの上着を持ってくると言ったね。うん。みんなが僕に会うと、それを言うよ。冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うの？うん。けれども、カンパネルラなんか決して言わない。カンパネルラは、みんながそんなことを言うときは、気の毒そうにしているよ。あの人は、うちのお父さんとは、ちょうどお前たちのように小さい時からのお友達だったそうだよ。ああ、だから、お父さんは僕を連れて、カンパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃は良かったな。僕は、学校から帰る途中、たびたびカンパネルラの家へ行った。カンパネルラの家には、アルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを7つ組み合わせると、丸くなって、それに、電柱や信号表もついていて、信号表の明かりは、汽車が通るときだけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなったとき、石油を使ったら、鎌がすっかりすすけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれども、いつでも家中、まだシーンとしているからな。早いからね。ザウエルという犬がいるよ。尻尾がまるでほうきのようだ。僕が行くと、鼻を鳴らしてついてくるよ。ずーっと街の隅までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜は、みんなでカラスウリの明かりを川へ流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ。今夜は銀河のお祭りだね。うん。僕、牛乳を取りながら見てくるよ。ああ、行っておいで。川へは入らないでね。あ、僕、岸から見るだけなんだ。1時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カンパネルラさんと一緒なら心配はないから。あ、きっと一緒だよ。お母さん、窓を閉めておこうか。ああ、どうか。もう涼しいからね。ジョバンニは立って窓を閉め、お皿やパンの袋を片付けると、勢いよく靴を履いて、では、1時間半で帰ってくるよ、と言いながら、暗い戸口を出ました。4. ケンタウル祭りの夜。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口づきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。
坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん電灯の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子はだんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったりジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その伝統を通り越す。そーら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来たと、ジョバンニが思いながら大股にその街灯の下を通り過ぎた時、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て伝統の向こう側の暗い工事から出てきて、キラッとジョバンニとすれ違いました。ザネリー、カラス売り流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはパッと胸が冷たくなり、そこら中キーンとなるように思いました。なんだいザネリーと、ジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリーは向こうの牙の植わった家の中へ入ってしまいました。ザネリーはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに、僕が何にもしないのにあんなことを言うのはザネリがバカだからだ。ジョバンニはせわしくいろいろのことを考えながら、さまざまな明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた街を通っていきました。時計屋の店には明るくネオン灯がついて、1秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるくると動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの盤に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の陣馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れてその星座の図に見入りました。それはまるでそれは昼学校で見たあの図よりはずーっと小さかったのですが、その日時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方ではかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには3本の足のついた小さな望遠鏡が黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの、勇士だの、空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕はその中をどこまでも歩いてみたいと思ったりして、しばらくぼんやり立っていました。それからにわかにお母さんの牛乳のことを思い出して、ジョバンニはその店を離れました。そして窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って大きく手を振って街を通って行きました。
空気は澄み切って、まるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の6本のプラタヌスの木などは、中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らは、みんな新しい檻のついた着物を着て、星巡りの口笛を吹いたり、ケンタウルス、地を降らせと叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を燃やしたりして、楽しそうに遊んでいるのでした。けれどもジョバンニはいつかまた深く首を垂れて、そこらの賑やかさとはまるで違ったことを考えながら牛乳屋の方へ急ぐのでした。ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんはと言いました。家の中はシーンとして、誰もいたようではありませんでした。こんばんは、ごめんなさい。ジョバンニはまっすぐに立ってまた叫びました。するとしばらく経ってから、年取った女の人がどこか具合が悪いようにそろそろ出てきて、何か用かと口の中で言いました。今日牛乳が僕のとこへ来なかったのでもらいに上がったんです。ジョバンニが一生懸命勢いよく言いました。今誰もいないんで分かりません。明日にしてください。その人は赤い目の下のとこをこすりながらジョバンニを見下ろして言いました。おっかさんが病気なんです。今晩出ないと困るんです。ではもう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。そうですか、ではありがとう。ジョバンニはお辞儀をして台所から出ました。10時になった町の角を曲がろうとしましたら、向こうの橋へ行く方の雑貨店の前で、黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて、6、7人の生徒らが口笛を吹いたり笑ったりして、めいめいカラスウリの明かりを持ってやってくるのを見ました。その笑い声も口笛もみんな聞き覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。川へ行くの？ジョバンニが言おうとして少し喉が詰まったように思った時、ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。さっきのザネリがまた叫びました。ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になって、もう歩いているかもわからず急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカンパネルラがいたのです。カンパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って、怒らないだろうかというようにジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカンパネルラの背の高い形が過ぎていって、まもなくみんなは点で口笛を吹きました。街角を曲がるとき振り返ってみましたら、ザネリがやはり振り返って見ていました。そしてカンパネルラもまた高く口笛を吹いて、向こうにぼんやり見える
橋の方へ歩いて行ってしまったのでした。ジョバンニは何とも言えず寂しくなっていきなり走り出しました。すると耳に手を当てて、わーと言いながら片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは、ジョバンニが面白くて描けるのだと思って、わーいと叫びました。まもなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。天麒麟の柱。牧場の後ろは緩い丘になって、その黒い平らな頂上は北の大熊星の下にぼんやり普段よりも低く連なって見えました。ジョバンニはもう梅雨の降りかかった小さな林の小道をどんどん登っていきました。真っ暗な草やいろいろな形に見える藪の茂みの間を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光りを出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、ジョバンニはさっきみんなの持っていたカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにガランと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂きの天麒麟の柱も見分けられたのでした。釣り鐘草か野菊かの花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を鳴き続けながら通って行きました。ジョバンニは頂の天麒麟の柱の下に来て、ドカドカする体を冷たい草に投げました。町の明かりは闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレギレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり笑ったりいろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。あの白い空の帯がみんな星だというぞ。ところがいくら見ていても、その空は昼先生の言ったようなガランとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほどそこは小さな林や牧場やそんなもののある野原のように考えられて仕方なかったのです。そうしてジョバンニは青い琴の星が3つにも4つにもなってチラチラ瞬き、
足が何遍も出たり引っ込んだりして、とうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか、一つの大きな煙かのように見えるまで、そんな風に思いました。6、銀河ステーション。そうしてジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、濃い恒星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて空中に沈めたという具合、またダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた混合石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなって、ジョバンニは思わず何遍も目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごと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 ジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の警備員鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるでガラ空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが二つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だか分かりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたの？と言おうと思ったとき、カンパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけれども、遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども、追いつかなかった。と言いました。ジョバンニは、そうだ、僕たちは今、一緒に誘って出かけたのだと思いながら、どこかで待っていようかと言いました。するとカンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ、お父さんが迎えに来たんだ。カンパネルラはなぜかそう言いながら少し顔色が青ざめて、どこか苦しいという風でした。するとジョバンニもなんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカンパネルラは窓から外を覗きながら、もうすっかり元気が治って勢いよく言いました。あーしまった、僕水筒を忘れてきた、スケッチ帳も忘れてきた、
けれど構わない。もうじき白鳥の停車場だから。僕、白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕はきっと見える。そしてカンパネルラは丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。全くその中に白く表された天の川の左の岸に沿って一条の鉄道線路が南へ南へと辿っていくのでした。そうしてその地図の立派なことは、夜のように真っ黒なバンの上にいちいちの停車場や三角標、潜水や森が、青やダイダイや緑や美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？ジョバンニが、ああ、僕、銀河ステーションを通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろ？ジョバンニは、白鳥と書いてある停車場の印のすぐ下を指しました。そうだ。おや？あの河原は月夜だろうか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀色の空のすすきが、もうまるで一面風にさら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 揺られて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。ジョバンニは言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって、足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して、高く、高く、星巡りの口笛を吹きながら、一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけてみるの、気をつけてみると、そのきれいな水はガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減か、ちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも、輪行の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく。遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、さまざまに並んで野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にそのきれいな野原中の青や橙やいろいろ輝く三角標も、点で息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天の野原に来た。ジョバンニは言いました。それにこの汽車、石炭を焚いていないね。ジョバンニが左手を突き出して窓から前の方を見ながら言いました。うん、アルコールか電気だろう。カンパネルラが言いました。ごと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 、その小さな綺麗な汽車は空のすすきの風に翻る中を、
天の川の水や三角点の青白い微光の中をどこまでもどこまでもと走って行くのでした。ああ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指さして言いました。線路のへりに、短い芝草の中に、月照石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。僕、飛び降りて、あいつを取って、また飛び乗ってみせようか。ジョバンニは胸を躍らせて言いました。もうダメだ。あんなに後ろへ行ってしまったから。カンパネルラが、そう言ってしまうかしまわないうち、次のリンドウの花が、いっぱいに光って、過ぎて行きました。と思ったら、もう次から次から、たくさんの、黄色な底を持ったリンドウの花のコップが湧くように、雨のように、目の前を通り、三角標の列は、煙るように、燃えるように、いよいよ光って立ったのです。7、北十字とプリオシン海岸。おっかさんは僕を許してくれるだろうか。いきなりカンパネルラが思い切ったというように少しどもりながら咳き込んで言いました。ジョバンニは、ああ、そうだ。僕のおっかさんは、あの遠い一つの塵のように見える、だいだい色の三角標のあたりにいらっしゃって、今僕のことを考えているんだ、と思いながら、ぼんやりして黙っていました。僕は、おっかさんが、本当に幸いになるなら、どんなことでもする。けれども、一体どんなことが、おっかさんの一倍の、おっかさんの一番の幸いなんだろう。カンパネルラは、なんだか、泣き出したいのを、一生懸命こらえているようでした。君のおっかさんは、何にもひどいことないじゃないの。ジョバンニはびっくりして叫びました。僕、わからない。けれども、誰だって、本当にいいことをしたら、一番幸いなんだね。だから、おっかさんは、僕を許してくださると思う。カンパネルラは、何か、本当に決心しているように見えました。にわかに、車の中が、パッと白く、明るくなりました。見ると、もう実に金剛石や草の露やあらゆる立派さをかき集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を、水は声もなく形もなく流れ、その流れの真ん中に、ぼーっと青白く、五光の差した一つの島が見えるのでした。その島の平らな頂に、立派な目も覚めるような白い十字架が立って、それはもう凍った北極の雲でいたと言ったらいいか、透
キッとした金色の円光をいただいて、静かに永久に立っているのでした。ハレルヤ、ハレルヤ。前からも後ろからも声が起こりました。振り返ってみると、射室の中の旅人たちは皆まっすぐに着物のひだを垂れ、黒いバイブルを胸に当てたり、水晶の数珠をかけたり、どの人もつつましく指を組み合わせてそっちに祈っているのでした。思わず二人もまっすぐに立ち上がりました。カンパネルラの方はまるで熟したリンゴの証のように美しく輝いて見えました。そして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移っていきました。向こう岸も青白くぼーっと光って煙、時々やっぱりススキが風に翻るらしく、さっとその銀色が煙って息でもかけたように見え、またたくさんの林道の花が草を隠れたり出たりするのは優しい狐火のように思われました。それもほんのちょっとの間、川と汽車との間はススキの列で遮られ、白鳥の島は二度ばかり後ろの方に見えましたが、じきもうずっと遠く小さく絵のようになってしまい、またススキがざわざわ鳴って、とうとうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろにはいつから乗っていたのか、背の高い黒い担ぎをしたカトリック風の尼さんが、まん丸な緑の瞳をじっとまっすぐに落として、まだ何か言葉か声かがそっちから伝わってくるのを慎んで聞いているというように見えました。旅人たちは静かに席に戻り、二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのです。もうじき白鳥の停車場だね。ああ、11時かっきりには着くんだよ。早くもシグナルの緑の明かりとぼんやり白い柱とがちらっとその窓の外を過ぎ、それから硫黄の炎のようなくらいぼんやりした転轍機の前の明かりが窓の下を通り、汽車はだんだん緩やかになって、まもなくプラットホームの一列の電灯が美しく規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計のダイヤルには青く焼かれた鋼の二本の針がくっきり11時を指しました。みんなはいっぺんに降りて、射室の中はバランとなってしまいました。20分停車と時計の下に書いてありました。僕たちも降りてみようか。ジョバンニが言いました。降りよ。二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して改札口へ駆けて行きました。ところが改札口には明るい紫がかった電灯が一つついているばかり、誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤帽らしい人の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道が
まっすぐに銀河の青い光の中へ通っていました。先に降りた人たちはもうどこへ行ったか一人も見えませんでした。二人がその白い道を肩を並べて行きますと、二人の影はちょうど四方に窓のある部屋の中の二本の柱の影のように、また二つの車輪の矢のように幾本も幾本も四方へ出るのでした。そして間もなくあの汽車から見えたきれいな河原に来ました。カンパネルラはそのきれいな砂をひとつまみ手のひらに広げ、指でキシキシさせながら夢のように言っているのでした。この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。そうだ、どこで僕はそんなことを習ったろうと思いながら、ジョバンニもぼんやり答えていました。河原の小石はみんな透き通って、確かに水晶やトパーズやまたくしゃくしゃの終局を表したので、また角から霧のような青白い光を出す宝玉やらでした。ジョバンニは走ってその渚に行って水に手を浸しました。けれども怪しいその銀河の水は水素よりももっと透き通っていたのです。それでも確かに流れていたことは、二人の手首の水に浸ったとこが少し水銀色に浮いたように見え、その手首にぶつかってできた波は美しい輪郭を上げてチラチラと燃えるように見えたのでも分かりました。川上の方を見るとススキのいっぱいに生えている崖の下に白い岩がまるで運動場のように平らに川に沿って出ているのでした。そこに小さな5、6人の人影が何か掘り出すか埋めるかしているらしく、立ったりかがんだり時々何かの道具がピカッと光ったりしました。行ってみよう。二人はまるで一度に叫んでそっちの方へ走りました。その白い岩になったところの入り口にプリオシン海岸という瀬戸物のツルツルした表札が立って、向こうの渚にはところどころ細い鉄の欄干も植えられ、木製のきれいなベンチも置いてありました。おや、変なものがあるよ。カンパネルラが不思議そうに立ち止まって、岩から黒い細長い先の尖ったクルミの実のようなものを拾いました。クルミの実だよ。そら、たくさんある。流れてきたんじゃない？岩の中に入ってるんだ。大きいね、このクルミ。倍あるね。こいつは少しも傷んでない。早くあそこへ行ってみよう。きっと何か掘ってるから。二人はギザギザの黒いクルミの実を持ちながら、またさっきの方へ近寄っていきました。左手の渚には波が優しい稲妻のように燃えて寄せ、右手の崖には一面銀や貝殻で押さえたようなススキの穂が揺れたのです。だんだん近づいてみると、一人の背の高いひどい金眼鏡をかけ長靴を履いた学者らしい人が手帳に何かせわしそうに書きつけながら、ツルハシを振り上げたりスコープを使ったりしている三人の助手らしい人たちに夢中でいろいろ指図をしていました。ああ、そこの、その突起を壊さないように。うん、
スコープを使いたまえ、スコープを。もう少し遠くから掘って。あ、いけない、いけない。なんでそんな乱暴するんだ。見ると、その白い、柔らかな岩の中から、大きな大きな青白い獣の骨が、横に倒れて潰れたという風になって、半分以上掘り出されていました。そうして気をつけてみると、そこらには、蹄の二つある足跡のついた岩が、四角に十ばかり、きれいに切り取られて、番号が付けられてありました。君たちは三冠かね？その大学士らしい人が、メガネをキラッとさせて、こっちを見て話しかけました。くるみがたくさんあったろう。がまあ、ざっと120万年ぐらい前のくるみだよ。ごく新しい方さ。ここは120万年前。第3期の後の頃は海岸でね。この下からは貝殻も出る。今川の流れているとこにそっくり塩水が寄せたり引いたりもしていたのだ。おうおうおお、この獣かね。こらボスと言ってね。おいおいおい、そこ、ツルハシはよしたまえ。丁寧にのみでやってくれたまえ。ああ、ボスと言ってね。今の牛の先祖で、昔はたくさんいたさ。標本にするんですか？ええー、いや、証明するにいるんだ。僕らから見ると、ここは厚い立派な地層で、120万年ぐらい前にできたという証拠もいろいろ上がるけれども、僕らと違ったやつから見ても、やっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるいは風か水か、ガランとした空かに見えやしないかということなのだ。わかったない？けれども、おいおいおい、そこもスコープではいけない。そのすぐ下に肋骨が埋もれてるはずじゃないか。大学士は慌てて走って行きました。もう時間だよ。行こう。カンパネルラが地図と腕時計と比べながら言いました。ああ、では私どもは失礼いたします。ジョバンニは丁寧に大学士にお辞儀をしました。ああ、そうですか。いや、さよなら。大学士はまた忙しそうにあちこち歩き回って監督を始めました。二人はその白い岩の上を一生懸命汽車に遅れないように走りました。そして本当に風のように走れたのです。息も切れず膝も熱くなりませんでした。こんなにして駆けるならもう世界中だって駆けれるとジョバンニは思いました。そうして二人は前のあの河原を通り、改札口の電灯がだんだん大きくなって、間もなく二人は元の車室の席に座って、今言ってきた方を窓から見ていました。鳥を取る人。おう、ここへかけてもようございますか。ガサガサしたけれども親切そうな大人の声が。二人の後ろでしました。それは茶色の少しボロボロの街灯を着て
白い裂で包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。ええ、いいんです。ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。その人はひげの中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは何か大変寂しいような悲しいような気がして黙って正面の時計を見ていましたら、ずーっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カンパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まって、その影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は何か懐かしそうに笑いながらジョバンニやカンパネルラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん速くなって、すすきと川と変わる変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおぞおぞしながら二人に聞きました。あなた方はどちらへいらっしゃるんですか？どこまでも行くんです。ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。いいね。この汽車は実際どこまででも行きやすぜ。あなたはどこへ行くんです？カンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。すると向こうの席にいた尖った帽子をかぶり大きな鍵を腰に下げた人もちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところがその人は別に怒ったでもなく、頬をピクピクしながら返事しました。わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえる商売でね。何鳥ですか？鶴やガンです。サギも白鳥もです。鶴はたくさんいますか？いますとも。さっきから泣いてます。聞かなかったんですか？いいえ、今でも聞こえるじゃありませんか。そうだ、耳を澄まして聞いてごらんなさい。二人は目を上げ耳を澄ましました。ごとごと鳴る汽車の響きとすすきの風との間からポロンポロンと水の湧くような音が聞こえてくるのでした。鶴、どうして取るんですか？え？鶴ですか？それともサギですか？サギです。ジョバンニはどっちでもいいと思いながら答えました。そいつはな、造作ない。サギというものはみんな天の川の砂がこごってぼーっとできるもんですからね。そして四十川へ帰りますからね。河原で待っていてサギがみんな
足をこういうふうにして降りてくるところを、そいつが地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともうサギは固まって安心して死んじまいます。あとはもう分かりきってます。お芝居にするだけです。え、サギをお芝居にするんですか？標本ですか？標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。ああ、おかしいね。カンパネルラが首をかしげました。おかしいも不審もありませんや。ほら、その男は立って、網棚から包みを下ろして、手早くくるくると置きました。さあ、ご覧なさい。今取ってきたばかりです。本当に詐欺だね。二人は思わず叫びました。真っ白な、あのさっきの下の十字架のように光るサギの体が、銃ばかり少し平べったくなって、黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいたのです。目をつぶってるね。カンパネルラは指でそーっとサギの三日月型の白いつぶった目に触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。ね、そうでしょ。トリトリは風呂敷を重ねて、またくるくるくるんで紐でくくりました。誰が一体ここらでサギなんぞ食べるだろうとジョバンニは思いながら聞きました。サギは美味しいんですか？ええ、毎日注文があります。しかしガンの方がもっと売れます。ガンの方がずっと柄がいいし、第一手数がありませんからな。そら、トリトリはまた別の方の包みを解きました。すると木と青白とまだらになって。何かの明かりのように光るガンが、ちょうどさっきのサギのようにくちばしを揃えて少し平べったくなって並んでいました。お、こっちはすぐ食べられます。どうです、少しお上がんなさい。トリトリは黄色なガンの足を軽く引っ張りました。するとそれはチョコレートででもできてるようにスーッと綺麗に離れました。どうです？少し食べてごらんなさい。トリトリはそれを二つにちぎって渡しました。ジョバンニはちょっと食べてみて、なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりももっと美味しいけれども、こんなガンが飛んでいるもんか。この男は、どこかそこらの野原の菓子屋だ。けれども僕はこの人をバカにしながら、この人のお菓子を食べているのは大変気の毒だと思いながら、やっぱりポクポクそれを食べていました。もう少しお上がんなさい。トリトリがまた包みを出しました。ジョバンニはもっと食べたかったのですけれども、ええ、ありがとうと言って遠慮しました。トリトリは今度は向こうの席の鍵を持った人に出しました。いや、商売物をもらっちゃすみませんな。その人は帽子を取りました。いいえ、どういたしまして。どうです？今年の渡り鳥の景気は。いや、素敵なもんですよ。おととい第二限頃なんか、なぜ灯台の火を規則以外に、させるかって、あっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが。なーに、こっちがやるんじゃなくて渡り鳥どもが真っ黒に固まって証の前を通るのですから、仕方ありませんや。私はべらぼうめえ、そんな苦情は俺んとこへ持ってきたって仕方がねえや。
バッサバサのマントを着て、足と口との途方もなく細い大将をやれって、まあこう言ってやりましたがね。すすきがなくなったために、向こうの野原からパッと明かりがさしてきました。詐欺の方はなぜ手数なんですか？カンパネルラはさっきから聞こうと思っていたのです。ああ、それはね、詐欺を食べるには、トリトリはこっちに向き直りました。天の川の水明かりに10日も吊るしておくかね。まあそうでなきゃ、砂に3、4日うずめなきゃいけないんだよ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。こいつは鳥じゃない。ただのお菓子でしょ？やっぱり同じことを考えたと見えるカンパネルラが思い切ったというように尋ねました。トリトリは何か大変慌てた風で、ああ、そう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 、ここでほら、ここで降りなきゃと言いながら、立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。どこ行ったんだろう。二人は顔を見合わせました。灯台森はニヤニヤ笑って、少し伸び上がるようにしながら、二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今の鳥取が、黄色と青白の美しい輪郭を出す一面の河原母小草の上に立って、真面目な顔をして両手を広げて、じーっと空を見ていたのです。あそこへ行ってる。ずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。汽車が走っていかないうちに、早く鳥が降りるといいな。と言った途端、ガランとした気境色の空から、さっき見たようなサギが、まるで雪の降るように、ギャー、ギャー、叫びながら、いっぱいに舞い降りてきました。するとあの鳥取はすっかり注文通りだというようにホクホクして両足をかっきり60度に開いて立って、サギの縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋の中に入れるのでした。するとサギはホタルのように袋の中でしばらく青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとうみんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。ところが捕まえられる鳥よりは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは見ていると足が砂へつくや否やまるで雪の溶けるように縮まって平べったくなって、間もなく溶鉱炉から出た銅の汁のように砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の形が砂についているのでしたが、それも2、3度明るくなったり暗くなったりしているうちに、もうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした。鳥々は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて、兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしました。と思ったら、もうそこに鳥の形はなくなって、かえって、ああ、せいせいした。どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらいいいことはありませんなぁ。という聞き覚えのある声がジョバンニの隣にしました。見ると鳥取はもうそこで取ってきたサギをきちんと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか？ジョバンニがなんだか当たり前でないようなおかしな気がして問いました。え？どうしてって、来ようとしたから来たんです。全体あなた方、どちらからおいででやすか？
ジョバンニはすぐ返事をしようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのか、もうどうしても考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしているのでした。あ、遠くからですね。トリトリは分かったというように造作なくうなずきました。9. ジョバンニの切符。もうここらは白鳥区のおしまいです。ご覧なさい、あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外のまるで花火でいっぱいのような天の川の真ん中に黒い大きな建物が四棟ばかり建って、その一つの平屋根の上に目も覚めるようなサファイアとトパーズの大きな二つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって、青い小さいのがこっちへ進んでき、まもなく二つの端は重なり合って、きれいな緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出して、とうとう青いのはすっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄色な明るい輪とができました。それがまた、だんだん横へそれて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっと離れて、サファイアは向こうへ巡り、黄色のはこっちへ進み、またちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく、音もない水に囲まれて、本当にその黒い観測所が、本当にその黒い測候所が眠っているように静かに横たわったのです。あれは水の速さを測る機械です。水も鳥々が言いかけた時、切符を拝見いたします。三人の席の横に、赤い帽子をかぶった背の高い車掌が、いつかまっすぐに立っていて言いました。鳥々は黙って隠しから小さな紙切れを出しました。車掌はちょっと見て、すぐ目をそらして、あなた方のは?というように指を動かしながら、手をジョバンニたちの方へ出しました。さあ、ジョバンニは困ってもじもじしていましたら、カンパネルラはわけもないというふうで小さなネズミ色の切符を出しました。ジョバンニはすっかり慌ててしまって、もしか上着のポケットにでも入っていたかと思いながら手を入れてみましたら、何か大きな畳んだ紙切れに当たりました。こんなもの入っていたろうかと思って急いで出してみましたら、それは四つに折ったはがきぐらいの大きさの緑色の紙でした。車掌が
手を出しているもんですから、何でも構わない、やっちまえ、と思って渡しましたら、車掌はまっすぐに立ち直って、丁寧にそれを開いて見ていました。そうして読みながら、上着のボタンや、なんかしきりに直したりしていましたし、東大看守も下からそれを熱心に覗いていましたから、ジョバンニは確かにあれは証明書か何かだったと考えて、少し胸が熱くなるような気がしました。これは三次空間の方からお持ちになったのですか？車掌が尋ねました。なんだかわかりません。もう大丈夫だと安心しながら、ジョバンニはそっちを見上げてクツクツ笑いました。よろしゅうございます。サザンクロスへ着きますのは次の第3時頃になります。車掌は紙をジョバンニに渡して向こうへ行きました。カンパネルラはその紙切れが何だったか待ちかねたというように急いで覗き込みました。ジョバンニも全く早く見たかったんです。ところがそれは一面黒い唐草のような模様の中に、おかしな銃ばかりの字を印刷したもので、黙って見ているとなんだかその中へ吸い込まれてしまうような気がするのでした。すると鳥々が横からちらっとそれを見て慌てたように言いました。おお、おや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 、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。天井どこじゃない、どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになら、なるほど、こんな不完全な幻想第4次の銀河鉄道なんか、いや、どこまででも行けるはずですわ。あなた方大したもんですね。なんだか分かりません。ジョバンニが赤くなって答えながら、それをまた畳んで隠しに入れました。そして決まりが悪いので、カンパネルラと二人また窓の外を眺めていましたが、その鳥々の時々大したもんだというようにちらちらこっちを見ているのがぼんやりわかりました。もうじきわしの停車場だよ。カンパネルラが向こう岸の三つ並んだ小さな青白い三角標と地図と見比べて言いました。ジョバンニはなんだかわけもわからずに、にわかに隣の鳥々が気の毒でたまらなくなりました。サギを捕まえてせいせいしたと喜んだり、白いキレでそれをくるくる包んだり、人の切符をびっくりしたように横目で見て慌てて褒め出したり、そんなことをいちいち考えていると、もうその見ず知らずの鳥々のためにジョバンニの持っているものでも食べるものでも何でもやってしまいたい。もうこの人の本当の幸いになるなら、自分があの光る天の川の河原に立って100年続けて立って鳥を取ってやってもいいというような気がして、どうしてももう黙っていられなくなりました。本当にあなたの欲しいものは一体何ですか？と聞こうとして、それではあんまり出し抜けだからどうしようかと考えて振り返ってみましたら、そこにはもうあの鳥々がいませんでした。網棚の上には白い荷物も見えなかったのです。また窓の外で足を踏ん張って空を見上げてサギを取る支度をしているのかと思って急いでそっちを見ましたが、外は一面の美しい砂子と白いすすきの波ばかり、あの鳥々の広い背中も尖った帽子も見えませんでした。あの人どこへ行ったろう。カンパネルラもぼんやりそう言っていました。どこへ行ったろう、一体どこでまた会うのだろう。僕はどうしても
通してもう少しあの人に物を言わなかったろう。ああ僕もそう思っているよ。僕はあの人が邪魔なような気がしたんだ。だから僕は大変辛い。ジョバンニはこんなへんてこな気持ちは本当に初めてだし、こんなことを今まで言ったこともないと思いました。なんだかリンゴの匂いがする。僕、今リンゴのことを考えたためだろうか。カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。本当にリンゴの匂いだよ。それから、ノイバラの匂いもする。ジョバンニもそこらを見ましたが、やっぱりそれは窓からでも入ってくるらしいのでした。今、秋だから、ノイバラの花の匂いのするはずはないとジョバンニは思いました。そしたらにわかにそこに、つやつやした黒い髪の6つばかりの男の子が、赤いジャケットのボタンもかけず、ひどくびっくりしたような顔をして、ガタガタ震えて、裸足で立っていました。隣には黒い洋服をきちんと着た背の高い青年がいっぱいに風に吹かれている欅の木のような姿勢で男の子の手をしっかり引いて立っていました。あら、ここどこでしょう。ああ、綺麗だわ。青年の後ろにもう一人12ばかりの目の茶色な可愛らしい女の子が黒い外套を着て青年の腕にすがって不思議そうに窓の外を見ているのでした。ああ、ここはランカシャイアだ。いや、コンネクテカット州だ。いやあ、僕たちは空へ来たのだ。私たちは天へ行くのです。ご覧なさい。あの印は天井の印です。もう何にも怖いことはありません。私たちは神様に召されているのです。黒服の青年は喜びに輝いてその女の子に言いました。けれどもなぜかまた額に深くシワを刻んで、それに大変疲れているらしく、無理に笑いながら男の子をジョバンニの隣に座らせました。それから女の子に優しくカンパネルラの隣の席を指しました。女の子は素直にそこへ座ってきちんと両手を組み合わせました。僕、お姉さんのとこへ行くんだよ。腰掛けたばかりの男の子は顔を変にして東大館主の向こうの席に座ったばかりの青年に言いました。青年は何とも言えず悲しそうな顔をしてじっとその子の縮れて濡れた頭を見ました。女の子はいきなり両手を顔に当てて
しくしく泣いてしまいました。お父さんや菊代姉さんはまだいろいろお仕事があるのですけれども、もうすぐ後からいらっしゃいます。それよりもおっかさんはどんなに長く待っていらっしゃったでしょう。私の大事なただしは今どんな歌を歌っているだろう。雪の降る朝にみんなと手をつないで、ぐるぐる庭とこの藪を回って遊んでいるだろうかと考えたり、本当に待って心配していらっしゃってるんですから、早く行ってお母さんにお目にかかりましょうね。うん、だけど僕船に乗らなきゃよかったな。ええ、だけどご覧なさい、空どうです、あの立派な川ね、あそこはあの夏中ツインクルツインクルリトルスターを歌って休むとき、いつも窓からぼんやり白く見えていたでしょ。あそこですよ。ね。綺麗でしょ。あんなに光っています。泣いていた姉もハンカチで目を拭いて外を見ました。青年は教えるようにそっと兄弟にまた言いました。私たちはもう何にも悲しいことないのです。私たちはこんないいとこを旅して、じき神様のとこへ行きます。そこならもう本当に明るくて、匂いが良くて、立派な人たちでいっぱいです。そして私たちの代わりにボートへ乗れた人たちはきっとみんな助けられて、心配して待っているめいめいのお父さんやお母さんや自分のお家へやら行くのです。さあもうじきですから、元気を出して面白く歌っていきましょう。青年は男の子の濡れたような黒い髪を撫で、みんなを慰めながら、自分もだんだん顔色が輝いてきました。あなた方はどちらからいらっしゃったのですか。どうなすったのですか。さっきの東大看守がやっと少し分かったように青年に尋ねました。青年はかすかに笑いました。いえ、氷山にぶつかって船が沈みましたね。私たちはこちらのお父さんが急なようで、2ヶ月前一足先に本国へお帰りになったので後から立ったのです。私は大学へ入っていて家庭教師に雇われていたのです。ところがちょうど12日目、今日か昨日のあたりです、船が氷山にぶつかって、いっぺんに傾き、もう沈みかけました。月の明かりは、どこかぼんやりありましたが、霧が非常に深かったのです。ところがボートは、左舷の方、半分はもうダメになっていましたから、とてもみんなは乗り切らないのです。もうそのうちに船は沈みますし、私は必死となってどうか小さな人たちを乗せてくださいと叫びました。近くの人たちはすぐ道を開いて、そして子供たちのために祈ってくれましたけれども、そこからボートまでのところにはまだまだ小さな子供たちや親たちやなんかいて、とても押しのける勇気がなかったのです。それでも私はどうしても
この方たちをお助けするのが私の義務だと思いましたから、前にいる子供らを押しのけようとしました。けれどもまた、そんなにして助けてあげるよりは、このまま神のお前にみんなで行く方が、本当にこの方たちの報復だとも思いました。それからまた、その神に背く罪を私一人で背負って、ぜひとも助けてあげようと思いました。けれどもどうしても見ていると、それができないのでした。子供らばかり、ボートの中へ話してやって、お母さんが狂気のようにキスを送り、お父さんが悲しいのをじっとこらえて、まっすぐに立っているなど、とてももう、腹綿もちぎれるようでした。そのうち船は、もうずんずん沈みますから、私は、もうすっかり覚悟して、この人たちを二人抱いて、浮かべるだけは浮かぼうと、固まって、船の沈むのを待っていました。誰が投げたか、ライフブイが一つ飛んできましたけれども、滑ってずーっと向こうへ行ってしまいました。私は一生懸命で、甲板の格子になったとこを離して、三人それにしっかり取り付きました。どこからともなく、バンの声が上がりました。たちまちみんなはいろいろな国語でいっぺんにそれを歌いました。その時にわかに大きな音がして、私たちは水に落ち、もう渦に入ったと思いながら、しっかりこの人たちを抱いて、それからぼーっとしたと思ったら、もうここへ来ていたのです。この方たちのお母さんは、おととし亡くなられました。ええ、ボートはきっと助かったに違いありません。何にせよ、よほど熟練な水夫たちが漕いで、素早く船から離れていきましたから。そこらから、小さな祈りの声が聞こえ、ジョバンニも、カンパネルラも、今まで忘れていたいろいろのことをぼんやり思い出して目が熱くなりました。ああ、その大きな海はパシフィックというので、言うのではなかったろうか。その氷山の流れる北の果ての海で、小さな船に乗って、風や凍りつく潮水や激しい寒さと戦って、誰かが一生懸命働いている。僕はその人に本当に気の毒で、そしてすまないような気がする。僕はその人の幸いのために一体どうしたらいいのだろう。ジョバンニは首を垂れて、すっかり塞ぎ込んでしまいました。何が幸せかわからないです。本当に、どんな辛いことでも、それが正しい道を進む中での出来事なら、峠の上りも下りも、みんな本当の幸福に近づく一足ずつですから。灯台森が慰めていました。ああ、そうです。ただ一番の幸いに、その幸いに至るために、いろいろの悲しみも、みんなおぼし召しです。青年が祈るように、そう答えました。そうしたあの兄弟は、もう疲れて、めいめいぐったり席に寄りかかって、眠っていました。さっきの、あの裸足だった足には、いつか白い柔らかな靴を履いていたのです。ごと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 、汽車はきらびやかな輪行の
川の岸を進みました。向こうの方の窓を見ると、野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角標、その大きなものの上には赤い点々を打った測量器も見え、野原の果てはそれらが一面たくさんたくさん集まって、ぼーっと青白い霧のよう、そこからか、またはもっと向こうからか、時々さまざまの形のぼんやりしたのろしのようなものが変わる変わる、きれいな桔梗色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通ったきれいな風はバラの匂いでいっぱいでした。いかがですか？こういうリンゴはお初めてでしょう？向こうの席の東大館主がいつか金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。おや、どっから来たのですか？立派ですね。ここらではこんなリンゴができるのですか？青年は本当にびっくりしたらしく、東大館主の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしながら我を忘れて眺めていました。いや、まあお取りなさい。どうか、まあお取りください。青年は一つ取ってジョバンニたちの方をちょっと見ました。さあ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 、向こうの坊ちゃん方いかがですか？お取りください。ジョバンニは坊ちゃんと言われたので少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラはありがとうと言いました。すると青年は自分で取って一つずつ二人に送ってよこしましたので、ジョバンニも立ってありがとうと言いました。東大館主はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそーっと置きました。どうもありがとう。どこでできるのですか、こんな立派なリンゴは。青年はつくづく見ながら言いました。この辺ではもちろん農業はいたしますけれども、大抵一人でにいいものができるような約束になっております。農業だってそんなに骨は折らしません。大抵自分の望む種さえまけば一人でにどんどんできます。米だってパシフィックあたりのように殻もないし10倍も大きくて匂いもいいのですけれども、あなた方のいらっしゃる方なら農業はもうありません。リンゴだってお菓子だってカスが少しもありませんから、みんなその人その人によって違ったわずかのいい香りになって毛穴から散らけてしまうのです。にわかに男の子がぱっちり目を開いて言いました。あ、僕、今お母さんの夢を見ていたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるとこにいてね、僕の方を見て手を出してニコ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 笑ったよ。僕、おっかさん、リンゴを拾ってきてあげましょうかって言ったら、目が覚めちゃった。ああ、ここ、さっきの汽車の中だね。そのリンゴがそこにあります。このおじさんにいただいたのですよ。青年が言いました。ありがとう、おじさん。おや、カオル姉さんまだ寝てるね。
僕起こしてやろう。姉さん、ごらん。リンゴもらったよ。起きてごらん。姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子は、まるでパイを食べるように、もうそれを食べていました。また、せっかく剥いたその綺麗な皮も、くるくるコルク抜きのように、形になって、床へ落ちるまでの間には、スーッと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人は、リンゴを大切にポケットにしまいました。川下の向こう岸に、青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい、その林の真ん中に高い三角標が立って、森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって、何とも言えず綺麗な音色が溶けるように、染みるように、風に連れてやってくるのでした。青年はゾクッとして体を震うようにしました。黙ってその符を聞いていると、そこらに一面黄色や薄い緑の明るい野原か敷物かが広がり、また真っ白な蝋のような露が太陽の面をかすめていくように思われました。まあ、あのカラス。カンパネルラの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びました。カラスでない。みんなカササギだ。カンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。まったく、河原の青白い明かりの上に、黒い鳥がたくさんいっぱい列になって止まってじーっと尾行を受けているのでした。ササギですね。頭の後ろのとこに毛がピンと伸びてますから。青年は取りなすように言いました。向こうの青い森の中の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。その時汽車のずっと後ろの方から、あの聞き慣れた晩の賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ、立って一遍そっちへ行きそうにしましたが、思い返してまた座りました。カオル子はハンカチを顔に当ててしまいました。ジョバンニまでなんだか鼻が変になりました。けれどもいつともなく誰ともなく、その歌は歌い出され、だんだんはっきり強くなりました。思わず、ジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのです。そうして、青い観覧の森が見えない天の天の川の向こうに、さめざめと光りながら、だんだん後ろの方へ行ってしまい、そこから流れてくる怪しい楽器の音も、もう汽車の響きや風の音にすり減らされて、ずーっとかすかになりました。あ、クジャクがいるよ。ええ、たくさんいたわ。女の子が答えました。ジョバンニはその小さくなって、今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上に、さっと青白く、時々光って
そのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ました。そうだ、クジャクの声だってさっき聞こえた。カンパネルラがハウル湖に言いました。ええ、30匹ぐらいは確かにいたわ。ハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。女の子が答えました。ジョバンニはにわかに何とも言えず悲しい気がして思わず、カンパネルラ、ここから跳ね降りて遊んでいこうよと怖い顔をして言おうとしたくらいでした。川は二つに分かれました。その真っ暗な島の真ん中に高い櫓が一つ組まれて、その上に一人のゆるい服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ているその人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を下ろして後ろに隠すようにし、青い旗を高く上げて、まるでオーケストラの指揮者のように激しく振りました。すると空中にザーッと雨のような音がして、何か真っ暗なものが行く塊も鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。ジョバンニは思わず窓から体を半分出してそっちを見上げました。美しい桔梗色のガランとした空の下を、実に何万という小さな鳥どもが幾組もめいめい世話しく鳴いて通っていくのでした。鳥が飛んでいくな。ジョバンニが窓の外で言いました。ほら、カンパネルラも空を見ました。その時のあの櫓の上のゆるい服の男はにわかに赤い旗を上げて狂気のように振り動かしました。するとピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時にピシャーンという潰れたような音が川下の方で起こって、それからしばらくシーンとしましたと思ったら、あの赤帽の信号手がまた青い旗を振って叫んでいたのです。今こそ渡れ渡り鳥、今こそ渡れ渡り鳥。その声もはっきり聞こえました。それと一緒にまたイクマンという鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです。二人の顔を出している真ん中の窓からあの女の子が顔を出して美しい方を輝かせながら空を仰ぎました。まあ、この鳥たくさんですわね。あらまあ、空のきれいなこと。女の子はジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは生意気な嫌だいと思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。あの人、鳥へ教えてるんでしょうか。女の子がそーっとカンパネルラに尋ねました。渡り鳥へ信号しているんです。きっとどこからかのろしが上がるためでしょう。カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。
そして車の中はシーンとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいところへ顔を出すのがつらかったので、黙ってこらえてそのまま立って口笛を吹いていました。どうして僕はこんなに悲しいのだろう。僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。あそこの岸のずっと向こうに、まるで煙のように小さな青い火が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ、本当に本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだってあんな女の子と面白そうに話しているし、僕は本当につらいな。ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。その時、汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒い色の崖が川の下を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな苞が赤い毛を吐いて真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増やしてきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ました時は、美しい空の野原の地平線の果てまで、その大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先から、まるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように、露がいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれ、トウモロコシだね、とジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただぶっきり棒に野原を見たまま、そうだろ、と答えました。その時汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと点鉄機の明かりを過ぎ、小さな停車場に停まりました。その正面の青白い時計は、かっきり第2時を指し、その振り子は、風もなくなり、汽車も動かず、静かな静かな野原の中に、カチッ、カチッと、正しく時を刻んでいくのでした。そして、全くその振り子の音の絶え間を遠く遠くの野原の果てから、かすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ。姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。全くもう
車の中ではあの黒服の丈高い青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれどもカンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもん。僕は本当につらい。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。もうこの辺はひどい高原ですから。後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたという風でハキハキ話している声が聞こえました。トウモロコシだって棒で2尺も穴を開けておいてそこへ撒かないと生えないんです。そうですか。川まではよほどありましょうかね。川までは2000尺から6000尺あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。ジョバンニは思わずそう思いました。カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、女の子はまるで絹でくるんだリンゴのような顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした。突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけ、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでした。あら、インディアンですよ。インディアンですよ。ご覧なさい。黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。走ってくるわ。あら、走ってくるわ。追いかけているんでしょう。いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。青年は今どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いました。全くインディアンは半分は踊っているようでした。第一かけるにしても足の踏みようがもっと経済も取れ本気にもなれそうでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり、電信柱の隠しがキラッキラッと続いて二つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。ええ、
もうこの辺から下りです。何せ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから容易じゃありません。この傾斜があるもんですから汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。そら、もうだんだん早くなったでしょう。さっきの老人らしい声を言いました。どん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 汽車は降りて行きました。崖の端に鉄道がかかるときは川が明るく下に覗けたのです。ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは思わずほーと叫びました。どん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 汽車は走って行きました。部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていました。ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく時々チラチラ光って流れているのでした。薄赤い河原なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とツルハシを描いた旗が立っていました。あれ何の旗だろうね。ジョバンニがやっとものを言いました。さあ、わからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。ああ、橋を架けるとこじゃないんでしょうか。女の子が言いました。あれ、公平の旗だね。架橋演習をしてるんだ。けれど、兵隊の形が見えないね。その時、向こう岸近くの少し下流の方で、見えない天の川の水がギラッと光って、柱のように高く跳ね上がり、ドーッと激しい音がしました。葉っぱだよ!葉っぱだよ!カンパネルラは小踊りしました。その柱のようになった水は見えなくなり、大きな鮭やマスがキラッキラッと白く腹を光らせて空中に放り出されて丸い輪を描いてまた水に落ちました。ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。空の公平大隊だ。どうだ、マスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕こんな愉快な旅はしたことない。いいね。あのマスなら近くで見たらこれくらいあるね。たくさん魚いるんだな、この水の中に。小さなお魚もいるんでしょうか。女の子が話に釣り込まれて言いました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。けれど遠くだから今は小さいの見えなかったね。ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って面白そうに笑って女の子に答えました。あれ、きっと双子のお星様のお宮だよ。男の子がいきなり窓の外を指して叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような二つのお宮が並んで立っていました。双子のお星様のお宮ってなんだい。私前に何遍もおっかさんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるからきっとそうだわ。話してごらん。双子のお星様が何したっての。僕も知ってらい。双子のお星様が野原へ遊びに出てカラスと喧嘩したんだろ。そうじゃないわよ。あのね、天の川の岸にね、おっかさん
お話しなすったわ。それからほうき星がギーギーフーギーギーフーって言ってきたね。いやだわ、たーちゃん、そうじゃないわよ、それは別の方だわ。するとあそこに今笛を吹いているんだろうか。今海へ行ってら行けないわよ、もう海から上がっていらっしゃったのよ。そうそう、僕知ってら、僕お話ししよう。川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木や何かも真っ黒に透かし出され、見えない天の川の波も時々ちらちら針のように赤く光りました。まったく向こう岸の野原に大きな真っ赤な火が燃やされ、その黒い煙は高く桔梗色の冷たそうな天をも焦がしそうでした。ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく酔ったようになって、その火は燃えているのでした。あら、何の日だろう。あんな赤く光る日は何を燃やせばできるんだろう。ジョバンニが言いました。サソリの日だな。カンパネルラがまた地図と首っ引きして答えました。あら、サソリの日のことなら私知ってるわ。サソリの日ってなんだい？ジョバンニが聞きました。サソリが焼けて死んだのよ。その日が今でも燃えてるって私何遍もお父さんから聞いたわ。サソリって虫だろ？ええ、サソリは虫よ。だけどいい虫だわ。サソリいい虫じゃないよ。僕博物館でアルコールにつけてあるの見た。鬼こんな鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言ったよ。そうよ、だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔のバルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたんですって。するとある日イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がられないので、サソリは溺れ始めたのだ。その時サソリはこう言ってお祈りしたというの。ああ、私は今までいくつもの命取ったかわからない。そしてその私が今度イタチに取られようとした時は、あんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次は誠のみんなの幸いのために私の体をお使いくださいって言ったというの。そしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるってお父さんおっしゃったわ。本当にあの日それだわ。
そうだ、見たまえ。そこらの三角標はちょうどサソリの形に並んでいるよ。ジョバンニは全くその大きな火の向こうに三つの三角標がちょうどそのサソリの腕のように、こっちに五つの三角標がサソリの尾や鍵のように並んでいるのを見ました。そして本当にその真っ赤な美しいサソリの火は音なく明るく明るく燃えたのです。その火がだんだん後ろの方になるにつれて、みんなは何とも言えず賑やかな様々な額の根や草花の匂いのようなもの、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。それはもうじき近くに町か何かがあって、そこにお祭りでもあるというような気がするのでした。ケンタウル、梅雨を降らせ。いきなり今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながら叫んでいました。ああ、そこにはクリスマスツリーのように真っ青な頭皮かもみの木が立って、その中にはたくさんのたくさんの豆電灯がまるで千のホタルでも集まったようについていました。ああ、そうだ、今夜ケンタウル祭りだね。ああ、ここはケンタウルの村だよ。カンパネルラがすぐ言いました。ボール投げなら僕決して外さない。男の子が大威張りで言いました。もうじきサザンクロスです。降りる支度をしてください。青年がみんなに言いました。僕もう少し汽車へ乗ってるんだよ。男の子が言いました。カンパネルラの隣の女の子はそわそわ立って支度を始めましたけれども、やっぱりジョバンニたちと別れたくないような様子でした。ここで降りなきゃいけないのです。青年はきちっと口を結んで男の子を見下ろしながら言いました。やだい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。ジョバンニはこらえかねて言いました。僕たちと一緒に乗っていこう。僕たちどこまでだって行ける切符持ってるんだ。だけど私たちもうここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。女の子が寂しそうに言いました。天井へなんか行かなくったっていいじゃないか。僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ。だってお母さんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃってるんだわ。そんな神様、嘘の神様だい。あなたの神様、嘘の神様よ。そうじゃないよ。あなたの神様ってどんな神様ですか。青年は笑いながら言いました。僕は本当はよく知りませんけれども、そんなんでなしに本当のたった一人の神様です。本当の神様はもちろんたった一人です。ああ、そんなんでなしにたった一人の本当の本当の神様です。だからそうじゃありませんか。私はあなた方が今にその本当の神様の前に私たちとお会いになることを祈ります。青年はつつましく両手を組みました。女の子もちょうどその通りにしました。みんな本当に別れが惜しそうで、その顔色も少し青ざめて見えました。
ジョバンニは危なく声を上げて泣き出そうとしました。さあ、もう支度はいいんですか？時期、サザンクロスですから。ああ、その時でした。見えない天の川のずーっと川下に、青や、だいだいや、もうあらゆる光で散りばめられた十字架が、まるで一本、木という風に、川の中から立って、輝き、その上には、青白い雲が、丸い輪になって、五光のようにかかっているのでした。汽車の中が、まるでざわざわしました。みんな、あの北の十字の時のように、まっすぐに立って、お祈りを始めました。あっちにも、こっちにも、子供がウリに飛びついた時のような喜びの声や、なんとも言いようない、深い、つつましいため息の音ばかり聞こえました。そうしてだんだん、十字架は窓の正面になり、あのリンゴの肉のような青白い輪の雲も、緩やかに、緩やかに巡っているのが見えました。ハレルヤ、ハレルヤ。明るく、楽しく、みんなの声は響き、みんなは、その空の遠くから、冷たい空の遠くから、透き通った、何とも言えず、爽やかなラッパの声を聞きました。そしてたくさんのシグナルや、電灯の明かりの中を、汽車はだんだん、緩やかになり、とうとう十字架のちょうど真向かいに行って、すっかり止まりました。さあ、降りるんですよ。青年は男の子の手を引き、だんだん向こうの出口の方へ歩き出しました。じゃあ、さよなら。女の子が振り返って二人に言いました。さよなら。ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらえて怒ったようにドキリ棒に言いました。女の子はいかにも辛そうに目を大きくしてもう一度こっちを振り返って、それからあとはもう黙って出て行ってしまいました。汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにガランとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。そして見ていると、みんなはつつましく列を組んで、あの十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。そして、その見えない天の川の水を渡って、一人の神々しい白い着物の人が手を伸ばしてこっちへ来るのを二人は見ました。けれどもその時は、もうガラスの呼び子は鳴らされ、汽車は動き出し、と思ううちに、銀色の霧が、川下の方から、スーッと流れてきて、もうそっちは何も見えなくなりました。ただ、たくさんのクルミの木が、葉をさんさんと光らして、その霧の中に立ち、金の円光を持った、デンキリスが、かわいい顔をその中からちらちら覗いているだけでした。その時スーッと霧が晴れかかりました。どこかへ行く街道らしく、小さな電灯の一列についた通りがありました。それはしばらく線路に沿って進んでいました。
そして二人がその証の前を通っていくときは、その小さな豆色の火はちょうど挨拶でもするかのようにポカッと消え、二人が過ぎていくとまたつくのでした。振り返ってみると、さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、本当にもうそのまま胸にも吊るされそうになり、さっきの女の子や青年たちがその前の白い渚にまだひざまずいているのか、それともどこか方角もわからないその天井へ行ったのか、ぼんやりして見分けられませんでした。ジョバンニはあーと深く息しました。カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか百遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネルラの目には綺麗な涙が浮かんでいましたけれども、本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。僕わからない。カンパネルラがぼんやり言いました。僕たちしっかりやろうね。ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くようにふっと息をしながら言いました。あそこ石炭袋だよ。空の穴だよ。カンパネルラが少しそっちを避けるようにしながら天の川のひととこを指さしました。ジョバンニはそっちを見てまるでギクッとしてしまいました。天の川のひととこに大きな真っ暗な穴がドボンと開いているのです。その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、いくら目をこすって覗いても何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが言いました。僕もうあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいこう。ああきっと行くよ。あそこの野原はなんて綺麗だろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あそこにいるの僕のお母さんだよ。カンパネルラはにわかに窓の遠くに見える綺麗な野原を指して叫びました。ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり白く煙っているばかり。どうしてもカンパネルラが言ったように思われませんでした。何とも言えず寂しい気がしてぼんやりそっちを見ていましたら、向こうの川岸に2本の電信柱がちょうど両方から腕を組んだように赤い腕木を連ねて立っていました。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョバンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネルラの座っていた席にもうカンパネルラの姿は見えず、ただ黒いビロードばかり光っていました。ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そうして誰にも聞こえないように窓の外へ体を乗り出して、力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱい泣き出しました。もうそこら中がいっぺんに真っ暗になったように思いました。
ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。ジョバンニはバネのように羽を起ました。町はすっかりさっきの通りに、下でたくさんの明かりを綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきよりは熟したという風でした。そしてたった今夢で歩いた天の川も、やっぱりさっきの通りに白くぼんやりかかり、真っ黒な南の地平線の上ではことに煙ったようになって、その右にはサソリ座の赤い星が美しくきらめき、空全体の位置はそんなに変わってもいないようでした。ジョバンニは一山に丘を走っておりました。まだ夕ご飯を食べないで待っているお母さんのことが胸いっぱいに思い出されたのです。どんどん黒い松の林の中を通って、それからこの白い牧場の柵を回って、さっきの入り口から暗い牛舎の前へまた来ました。そこには誰かが今帰ったらしく、さっきなかった一つの車が何かの樽を二つ乗っけて置いてありました。こんばんは。ジョバンニは叫びました。はい。白い太いズボンを履いた人がすぐ出てきて立ちました。何のご用ですか？今日牛乳が僕のところへ来なかったのですが。ああ、すみませんでした。その人はすぐ奥へ行って一本の牛乳瓶を持ってきて、ジョバンニに渡しながらまた言いました。本当にすみませんでした。今日は昼過ぎうっかりして格子の柵を開けておいたもんですから、大将早速親牛のところへ行って半分ばかり飲んでしまいましてね。その人は笑いました。そうですか、ではいただいていきます。どうもすみませんでした。いいえ。ジョバンニはまだ熱い乳の瓶を両方の手のひらで包むように持って牧場の柵を出ました。そしてしばらく木のある町を通って大通りへ出て、またしばらく行きますと道は十文字になって、その右手の方、通りの外れにさっきカンパネルラたちの明かりを流しに行った川へかかった大きな橋の櫓が夜の空にぼんやり立っていました。ところがその十字になった街角や店の前に女たちが七八人ぐらいずつ集まって、橋の方を見ながら何かひそひそ話しているのです。それから橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいなのでした。ジョバンニはなぜかさーっと胸が冷たくなったように思いました。そしていきなり近くの人たちへ、何かあったんですか？と叫ぶように聞きました。子供が水へ落ちたんですよ。一人が言いますと、その人たちは一斉にジョバンニの方を見ました。ジョバンニはまるで夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで川が見えませんでした。白い服を着た巡査も出ていました。
ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように下の広い河原へ降りました。その河原の水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく登ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が7つ8つ動いているのが見えました。その真ん中をもうカラスウリの明かりもない川がわずかに音を立てて灰色に静かに流れていたのでした。河原の下流の一番下流の方へ巣のようになって出たところに人の集まりがくっきり真っ黒に立っていました。ジョバンニはそっちへ走りました。するとジョバンニはいきなりさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。マルソがジョバンニに走り寄ってきました。ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。どうして？いつ？ザネリがね、船の上からカラスウリの明かりを水の流れる方へ押してやろうとしたんだ。その時船が揺れたもんだから水へ落っこったろ。するとカンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネリを船の方へ押して起こした。ザネリは加藤に捕まったけれども、あとカンパネルラが見えないんだ。みんな探してるんだろう。ああ、みんなすぐ来た。カンパネルラのお父さんも来たけれども見つからないんだ。ザネリは家へ連れられてった。ジョバンニはみんなのいるそっちの方へ行きました。そこに学生たち、町の人たちに囲まれて、青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着てまっすぐに立って右手に持った時計をじーっと見つめていたのです。みんなもじーっと川を見ていました。誰も一言も物を言う人もありませんでした。ジョバンニはワク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 足が震えました。魚を取る時のアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして、黒い川の水はちらちら小さな波を立てて流れているのが見えるのでした。下流の方は川幅いっぱい銀河が大きく映って、まるで水のないそのままの空のように見えました。ジョバンニはそのカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないというような気がして仕方がなかったのですけれども、みんなはまだどこかの波の間から、僕ずいぶん泳いだぞと言いながら、カンパネルラが出てくるか、あるいはカンパネルラがどこかの人の知らない巣にでもついて立っていて誰かの来るのを待っているかというような気がして
仕方ないらしいのでした。けれども、にわかにカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。もうダメです。落ちてから45分経ちましたが、ジョバンニは思わず駆け寄って、博士の前に立って、僕はカンパネルラの言った方を知っています。僕はカンパネルラと一緒に歩いていたのです。と言おうとしましたが、もう喉が詰まって、何とも言えませんでした。すると博士は、ジョバンニが挨拶に来たとでも思ったのですか。しばらく、しげしげジョバンニを見ていましたが、あなたは、ジョバンニさんでしたね。どうも、今晩はありがとう。と丁寧に言いました。ジョバンニは何も言えずに、ただお辞儀をしました。あなたのお父さんは、もう帰っていますか？博士は、固く時計を握ったまま、また聞きました。いいえ。ジョバンニは、かすかに頭を振りました。どうしたのかな？僕には、おととい、大変元気な便りがあったんだが、今日あたり、もう着く頃なんだが、船が遅れたんだな。ジョバンニさん、明日放課後、皆さんと、うちへ遊びに来てくださいね。そう言いながら、博士は、また川下の、銀河のいっぱいに映った方へ、じっと目を送りました。ジョバンニは、もういろいろなことで、胸がいっぱいで、何にも言えずに、博士の前を離れて、早くお母さんに、牛乳を持って行って、お父さんの帰ることを知らせようと思うと、もう一目散に河原を町の方へ走りました。おやすみなさい。